度も何度も言おうと思ったの。でも言えなかった。言ったら嫌われると思ったから。だからどうしても言えなかったのよ。私はただ素敵な声がしたいな。でも嘘ついちゃった。どんどん嘘ついて、でもどんどんあなた好きになった。だからどうしても言えなかったのよ。いないでください。そんな風に見ないで。返します。彼女にどうしても言わなければいけない。僕も嘘をついていた。決まってんじゃねえかよ。そんなことないよ。まあな、車買っちまうぐらいまで離婚だからそう思いたい気持ちもわかるけどよ。関係ないよ。あのな、リオ、彼女たちがな、弁護士目当てにパーティーに乗り込んだんだぞ。お嬢様じゃないっちゅうのがバレた今、妥協としても何でもやってくんの見え見えじゃねえかよ。お前はホテル行くためだったらどれまでも何でもするけどな。そうそう、その俺と一緒よ。そんなんと一緒にすんなよ。青いな、お前は。まあよ、その点バレて開き直ったエミちゃんなんか純粋じゃねえかよ。お前の思考回路一体どうなってんの。いや、俺だってショックはショックだってさ。でもよ、お嬢様だから諦めようとした時のあの苦しみに比べたらよ、まあ一応ほら障害は取り除かれたわけだしさ。じゃあ弁護士じゃないってバラすのか。バカ、だからお前は青いっていうの。もうちょっと嘘ついたままでいてよ。で、彼女に弁護士とコンパニオンなんてなかなかおつなもんじゃないですかとかなんとか言ったら、お前これもビンビンだぞ、ビンビン。いや、俺はその前に本当のことを彼女に言うぞ。てめえよ、お前そりゃねえだろ。俺とエミちゃんのお前甘い夜を邪魔する気かよ。俺は彼女にあんなことまで言わしといて、そんな卑怯なことできないんだよ。そんなのね、綺麗事言うねえよ。綺麗事じゃねえよ。でもまあさ、後々まで付き合うつもりだったら早めに言わないとな。後々のことなんて考えてないけど、ただこのままじゃ自分が嫌なだけだよ。じゃあよ、せめてあと2、3回、いや、4、5回待ってくれよ。頼むよ、俺とエミちゃんのためにさ。な、何がエミちゃんだ。お嬢さんじゃないって分かったことは、サンからちゃんにコロコロ買いやがってこの野郎。やだよ、リョウちゃん、そういう細かいチェックは。おい、リョウ、お前ちょっと顔赤いんじゃないの。うん、ちょっと熱っぽいんだ。ほら見ろ、リョウ、お前体は正直にできてんだよ。あと4、5回様子見ようって、お前下心でポッパポッパしちゃってんじゃねえのか、お前。黙ってろ、もう、うるせえんだ。電話してくるわ。やっぱ、なんか進藤君と付き合ってんの。別に気持ちわかるけどさ、こっちダメならあっちってノリ。うちもは私たちいいです。いいです。ねえ、私たちでさ、あの女のとこ行って談判してやるのか。そう、あんたなんかよりもかなこの方がずっと前から彼につばべっとりつけてたんだ。汚い。うるさいな。別にいいじゃない、私が誰と付き合おうがさ。それより人のこと心配する暇あったらね、クリスマスまでにあと1ヶ月なんだからね。適当なのキープしといた方がいいんじゃないの。そりゃそうだ。バカね、いざとなったら三田君かなんかで間に合わすわよ。
それよりかなこ、あんたの彼の気持ちってそんなもんだったの？そんなもんならいいんだけどさ、私だったらそれぐらいで諦めないけどな。別に二人が結婚するわけでもないんだしさ。うん、それは言える。あんたたちに何がわかるってわけ？私ね、あの人の前で妹って言われたんだからね。全然全く恋愛感情ないって言われちゃったんだから、どうすればいいわけ？少しでも可能性あれば私だって行くわよ。えぐいネグリチだって何だって着るわよ。おい、店変えようぜ。ありがとうございました。ダメ、もうダメ。私はこのまま死ぬわね、人知れず。日高さん具合でも、うん、ちょっと、私今晩日高さんとこ看病に行こうかしら。あ、いいよいい。なんなら私会社辞めて看護学校行こうかしら。あ、治った治った。さあ仕事仕事ね。無理して頑張る日高さんも素敵。あ、外回り行ってきます。いかがですか？あ、キコ、もう風平気なの？もう平気、よかった。ねえねえ、あれから電話来た？来るわけないじゃない。私も来ない。エミは？来たよ。週末会うことになってる。本当？開き直って。あんな単独言ったくせに。女の魅力の差じゃない？でも、お嬢様じゃないって分かったのによくあれね。どうぞ。案外遊んでポイしやすいからじゃないんですか？ふざけないでよ。これもひとえに私の努力の賜物ってことよ。でもまあ、その線も考えないでもない。でもまた会えるからいいわよ。それは言えた。すいません。おかし、寒い。もうやだ、外の仕事は。いかがですか？来週からデパートの中でしょ？デパートね。せめて晴海のモーターショーぐらい出たいね。デパートで何売るの？お団子。団子、どうしてこんないい女がお団子なんか。お土産もらってこうね。いいね。あーやだ、貧しい会話。はい、どうぞ。りょうちゃん、おかえり。なんだよ。いやいや、お前が風邪だって言うからな。見舞いだよ、見舞い。うん、仕事サボる口実か。実はよ、昨日エンちゃんに電話してな。週末はよ、デートだよ、デート。なんだ、いちいち言いにくんだよ。お前がさ、正体バラしたんじゃないかと思って心配になってよ。言ってねえよ。そうか、いや、ならいいんだよ。おい、おい、りょう、ほら、せいろが持ってきたぞ。飲むか。一応よ、まんだよ。俺は風邪だよ、風邪。なもん、いいじゃないかよ。病は力って言ってな。なもん、なんでもいいの。お前と違うの。そういやな、彼女もお前と一緒でこう風邪で寝込んでるらしいな。え？だからな、リョウ、そんな彼女にお前追い打ちかけるようなこうショックなこと言ったらお前死んじまうぞ。だからバラすのはしばらく置いてこ。そんなに悪いの？うん、なんでもな、上事で
日高弁護士様言ってるらしいよお前。本当かよ。もういやよ、俺もエミちゃんも心配でな。まあ彼女の分まで週末はこう二人で楽しく過ごそうってさ、意見が一致しちゃったりなんかしちゃっていやとにかくお前が弁護士だってことで一命は取り留めてるらしいから。うん、日高さん、これ来週のキャンペーンのコンパニオンの履歴書です。 ありがとう。お、なんだお前、ちょっといろんな見せろ。やった。ごめんなさいね。はい、はい、どうも。やめろって、大したとこ頼んでないとか知れてんだよ。そんなこと言ってお前、いい女だったら紹介しろよ。分かった分かった。よし、じゃあ俺よ、実は仕事の途中なんだよ、忙しいんだよ。まあだからこれからお前話すなよ、バラすなよ、喋るなよ。課長どうも失礼しました。課長さん、またね。かわいいなもう。失礼しました。販売促進課です。どうぞお試しください。ハニーミルクティーいかがですか。どうぞお試しください。いかがでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもいかがですか。どうぞお試しください。どうぞ一ついかがですか。ございました。いかがですか。どうぞいかがですか。お試しください。いかがですか。どうぞお試しください。ありがとうございました。はい、どうぞ。よろしく。ごめんなさい、驚いたでしょ。いや、お嬢様のふりをしてたんです。軽蔑してください。最低の女です。あなたにお誘いしていただくようなそんな女じゃないんです。本当に今度遊園地行きませんか。コーヒーカップ乗りませんか。あなたが自分でしないのなら僕があなたを弁護します。あなたそんな人じゃない。優しいんですね。いや、そんな、そんなこと言われたことないです。あさってよ、ダンパなんだよ、女同伴で。お前暇だろ。しないでよね。あ、人のことお前扱いしないでよね。あ、別に私あんたの女でもなんでもないんだからね。細かいこと言うなよお前。玉突きでも行く。私と日高さんはもう終わったの。もう何でもないのよ。もう何でもないの。どういうこと。はい、これタクティカルコンパス。ああ悪かったな、風だってのに。いや、寝てばかりもいられません。明日からキャンペーンで忙しいですから。そうか。ああ、金後で渡すから。はい。いや、要は他にもあってな。ああ、かな子のことなんだけど。いや、どうもならんか。今時の女の子はあれですから。え、すぐに忘れますよ、他の人を好きになって。ケロッとしたもんなんですよ。
そうか。え？そう思うか。いや、俺はそうは思わんな。女の恋する気持ちに今時も何もないと思うけどな。そらまあ表面は確かにそうかもしれん。でも心の中はわからんよ。本人以外覗けんからな。帰るじゃあるまいし、ケロケロなんてしてらんないと思うよ。そんなふうに思ったらつまんないじゃないか。今時の女を好きになれないじゃないか。お前たちは今時の男なんだ。ああ、そうっすね。ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。いい加減にしてよね。もう終わったの。何それ。私と日高さんはもう終わったの。もう何でもないの。もう上がりますか。あ、うん。あ、あと俺やりますか。あ、そうか、ごめん。いやめちゃくちゃ難しいな今の数学。勝さんに聞いたら高かったな。そうそう。あー、勉強したらお腹空いちゃった。なしくなんか作って。あ、そう。何がピアノ。スパゲッティだな。カツさん、相談したいことがあるんだけどさ、ちょっといいかな。うん、いいよ。アッコさん、そんなこと言ったんだ。仲喜びなんかしたくないからさ、カツさんに本当のことなんか聞きたいなって思っちゃってさ。どうぞ。もしだよ、もし本当だったらさ、ほら、私もまだまだいけるんじゃないかな。でも本人が言ったんだもんね。後で損壊なんてこと絶対ないよね。うん。あ、こないださ、私勝さんに怒鳴っちゃったよね。俺はいいよ別に。私も社会復帰するかな。ごめんね。いつも相談ばっかでさ。いいね。大してお役に立てなくて。今度さ、こういう相談あったら勝つ私にしてよ。彼女に。うん、無理だよ。あ、なにそれ。こう見えてもね、学校じゃ私カウンセラーかな子って言われてんだからね。じゃあ今度一回相談してみようかな。今度と言わずに今でもどうぞ。まあいいよ。勝さんって好きな人いる？まあね。パーティーの人？違うよ。いっぱいいるんでしょ。ないよ。じゃあ誰？私の知ってる人？ちょっと答えつけないで言ってよ。かなちゃん知らない人だよ。その人さ、何？カツさんのその気持ち知ってる？知らないんじゃない？何じゃ片思い？だらしないよな。私だって勇気振り絞ってこう告白したんだよ。そうだね。今度合わせてよ。はい。おはようございます。お帰りのお願いします。で、何飲む？チューハイ。俺何はね。おい、飲まいっちょー。はい、飲まいっちょー。あとは、おでんと肉じゃが。はい、おでんと肉じゃが。はい、おでんと肉じゃが。はい、おじゃん。じゃん、頼んだよ。これ、あ、そう、焼き鳥もうまいんだよ。よくわかりました。な、何？この店知ってたの？こういう仕打ちするんですね。え？私がお嬢様じゃないってわかった途端、こういうお店に連れてくるんですね。そんな、まさか。安くあげようとしてるのね。そんなことないっつう。ひどいな。あ、そうだ、これあのワインもあるんだよね、親父。え、ありますよ。ほら、安く言わせて安いホテルにでも連れ込むつもりなのね。いや、だからそんなことはないっつうの。私帰ります。え、いや、ちょっと待って、ちょっと、えんちゃん、ちょっと、親父。
ちょっとお会いしようか。ちょっとエミちゃん、エミちゃん、ちょっと待って、エミちゃん、エミちゃん。確かに私は嘘ついて弁護士のパーティーに潜り込んだわ。いや、だからそれはもういいじゃない。だけど私だってシンデレラになりたかったのよ。シンデレラ？いつか素敵な人がきっと迎えに来てくれるって子供の頃からずっと思ってたのよ。だけど全然来ないんだもん。だから自分から後ろに行ったのよ。待ってても来ないから自分から行ったのよ。それがそんなにいけないこと？ごめん。そんなにいけないことなの？俺が悪かったよ。もういいわ。ごめん。何するのよ。もういいわよ。本当はおでんも焼き鳥も大好きなのよ。じゃあ嫌よ。いや、それも、もちろん。あきこ、日高さんから電話来た？ミサは山下さんから来たの？あきこは来たの？ミサは？じゃあ一緒に？うん。もうやめよう。終わったことうじうじ考えてもしょうがないし。だね。でもよかった、アキコもダメになって。何よ、一人じゃやりきれないもん。そうだね。ひょっとして日高さん、まさか。ああ、私は一人ぼっちになるんだ。エミじゃない？田舎かもしれないし。渡辺ですけど。もしもし、どちら様ですか？もしもし、やつらなんかかけないでよ。いたずら。気持ち悪い気遣いしちゃってんの。でもよかった、私天涯孤独になるのかと思っちゃったよ。またよ。あ、いい、私が出る。任せ。はい、もしもし。もしもし、もしもし、いたずらなの？大好きだから安心してあげようか。やめてよ、味しめてまたかけてくるからね。もしもし、なんか言いなさいよ。あの、日高です。え、やあね、いたずら電話だよね。怖いよね。はいはい、はい、あ、いつもお世話になっております。はい、日高ですか？はいはい、少々お待ちください。おい日高、横浜総合から電話だぞ。はい、はい、もしもし、お電話変わりました、日高です。あ、はい、どうも。え、今から出ます。じゃあ行ってきます。あきこ、うん、昨日の電話さ。電話？怒んない？だから何よ。やっぱいい。おかしな子。もう何これ。この間のポンキッといいさ、ずいぶんじゃない？でもエミ似合ってるとは言わせないわよ。そうじゃなくて、戸田さんとはどうなの？言わなくていい。弁護士夫人に向けて一直線か。でもさ、あきこちゃんも久我さんと言ったっけ、弁護士と付き合ってるんでしょ？そうなの？そんなんじゃないけど、割といい人なんだよ。私だけなのね、イブの予定が立たないのは。いいわよ。
社の日高さん紹介するから来て。はーい。日高さんね、もうやめてよ。案外あの日高さんだったりしてね。そんなことあるわけないでしょ。ねえ、みんな若い人だったらさ、アタックしたら、ね、あんたたち二人弁護士で、私白玉ダムの人ぴったりだね。日高さん。はい。コンパニオンの子たちを連れてきました。はい、よろしくお願いします。販売促進課の日高です。今日は元気でか。こちらから中村美沙さん、それから坂本恵美さん。どういうこと？そして渡辺明子さんです。それじゃあ、じゃあ君です。どういうことですか？いや、あのちょっと君たち何してんの？仕事にかかってよ。はい、仕事仕事。はい、はい。やばいよ、バレたよ。え、バレたって何が？彼女たち、うちのキャンペーンのコンパニオンで来たんだよ。心臓止まるかと思ったよ。だろうな。振り向いたらさ、後ろにいんだよ。シャレになんないよ。いいじゃないかよ、お前だってほら彼女に言うつもりにいたんだからさ。バレんのとバラすのじゃえらい違うよ。まあ捕まるよ。自首した方が罪は軽いよな。せめて体調が万全ならな。おい、カズ、ちょっと抜けらんない？いや、あの、ちょっと今さ、締め切りギリギリなんだよ。言ってやりたいのが山々なんだけどさ。冷たいんじゃないの？海の熱い男の友情どうしたのよ。白玉団子でございます。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。白玉団子でございます。美味しい白玉団子いかがでしょうか？よろしくお願いします。白玉団子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私、商品を。いいんじゃないですか、売るほどあるんだから。白玉団子でございます、いかがでしょうか？よろしくお願いいたします。白玉団子でございます、いかがでしょうか？白玉団子でございます、よろしくお願いいたします。屋上お願いします。はい、かしこまりました。上に上がっているのに地下に沈んでいくような気がするのはなぜだろう。お疲れ様でした。どういうこと？いや、だからその弁護士じゃないのね。東京大学もそう。戸田さんの仕事は不動産屋。大手なの？いや。手取りはいくら？年収は？将来性は？役職はあるの？悔しい。どうりでおかしいと思ったわ。あんな下品な弁護士いるわけないもん。山下さんの仕事は？一応デザイナー。え、有名なの？どういうデザイン？新聞のチラシとか。一体どういうつもり？どうして弁護士とパーティーなんかにいたのよ。思わずノリでさ。何がノリよ、嘘ついて潜り込んだくせに。そうよ、私たちもノリだけどさ。女はいいのよ、男のくせに何をいやらしいじゃないの。俺だって言おうと思ったんだよ、正直に。じゃあどうして言わないのよ、すぐに。弁護士じゃないって言ったらがっかりすると思ったんだ。私の純潔どうしてくれるの？
ごめん。弁償してよ。どうやって？うるさいわね。ちょっとアキコ、あんたもなんか言いなさい。目の前に張本人がいるんだから。すまない。早く行ってやりな。ほらほら風邪ひいてるの。体気遣ってどうするのよ。最低、最低の男たち。私こうしちゃいられないわ。もっと許せないのがいたんだ。私もだ。ごめん、騙してて。どうしてもっと早く言ってくれなかったの？この一週間どんなに辛かったか分かる？ごめん、電話したんだけど。嘘。本当、昨日もしたんだけど。いたわよ、ずっとうちに。もう嘘つくのやめてよ。嘘じゃないよ。嘘つき、大嘘つき。ねえ、ちょっと。聞く耳持たない。聞けよ。怒鳴らないでよ。ちびちゃんになるでしょ。言おうと思ったんだよ、最初から。じゃあ言ってよ、最初から。自分だって最初から言えよ。男から言うのが常識でしょ。レディーファーストって言うだろ。何よ、お嬢様狙いのくせに。ジゴロみたい。なんだよ、弁護士狙いのくせに。アマズレみたい。違うって言ってるでしょ。こっちだってね。どうだった？そっちこそどうかな。追っかけてこないでよ、痴漢みたいに。登れんなよ、下に降りるだけだよ。階段で降りなさいよ。風なんだよ。どうだっか、どうせ仮病でしょ。体も気遣えないのか、こいつは。こいつ？バイトの時間過ぎたら赤の他人です。当たり前だよ、真っ赤な他人だよ。もう顔も見たくない。もう声も聞きたくないね。じゃあお見せしてしてください。あ、はい。行きますから。私、はい、あの、必ず来てくださいね。来るって山下さん。うん、行ってくるよ。吊るし上げちゃうの？うん、そのつもりだったんだけど、声聞いたら分かんない。弁護士じゃなくてもいいんだ。うん、とりあえずイブの予定は立つかなーなんて。そう。アキコは日高さんどうする？わかんない。電話したなんてこの後に及んでまだ嘘つくんだもん。あ、ごめん、アキコ、昨日のいたずら電話。いたずら？あれ、日高さんからだったんだ。え？風邪ひいてて声出なかったんじゃないかな。ちょっと何それ。ごめん、私だけ振られちゃったんじゃないかなと思って。つい、な、何がついよ。あ、私急ぐから。本当にごめんね。ちょっと、ミサ、ごめん。
はい。はい。かなちゃん、風邪ひいてるって聞いたから。いらっしゃいませ。いやあ、突然会いたいなんて、今日は安全日になっちゃってお忙しいの？もう大変、今日なんかね、裁判2つも重なっちゃってさ。あ、水を。で、どうでしたの？もうちょろいよちょろい。俺が無実って言えばね、殺人犯だって無実よ無実、クルーザーおかになるんでしたよね。そうそう、やっぱりね、自分のでなきゃ。まあ3000万ぐらいだから、そう大したの買えないけどね。やっぱり東大の弁護士じゃ私なんか釣り合わないわ。いや、そんなことないよ。ほら、原始代じゃないんだからさ、愛があれば地位の差なんてさ。無理よ、私実は身を引こうと思ってるんです。え？あなたにはどこか素敵なお嬢様の方がお似合いですもの。せめてあなたが普通の、ごく普通のそこらに転がっているようなサラリーマンだったらよかったのに。やだね、弁護士だって普通の人間だよ。そんな卑屈に考えることないって。いえ、無理よ。例えば、本当にこれは単なる例えですけど、あなたが小さな不動産会社に勤めていたらよかったのにな、なんて思うの。え、大学も東大じゃなくて先週ぐらいだったらよかったのに。車もなくて安いマンションに住んでいたらどんなによかったでしょう。あの、お金もあんまりなくて月末はいつもピーピーしてるんだったら素晴らしかったのに。バレてんですか？いやいや、いやいや、例えですわ、例え。いや、あまりにも具体的な例えだってそりゃそうでしょうよ。じゃあ、やっぱりバレてるわよ、この詐欺師。よくも今までのおのおと。いや、でもどうして？白玉団子のキャンペーンしたのよ、寮のところ。僕がなんて教えないんだよ、もう。言い訳なら聞くわよ、たっぷりと。いや、いや、でもいいじゃない、ほら、バレたんだから。何がいいのよ。だってほら、あの、お互い弁護士でもお嬢様でもなかったわけですさ。ここは一つ、あの、ちゃんちゃんということで。何がちゃんちゃんよ、嘘ついて人を抱いたくせに。言うな、もう。さて、だから、だからさ、お互い好き同士なんだからいいじゃないか。はい。じゃ、何、俺のこと嫌いなわけ？やっぱり弁護士じゃないと嫌だっつの？そうじゃないけど、でも。でも何よ。好きだけど、グレードが。何よそれ。そういう女なのかよ。偉そうに言わないでよ、自分だって嘘ついたくせに。そんなの悪いことだろ。そういう問題じゃないでしょ。じゃあどういう問題だよ。私はね、てっきり弁護士夫人だとばっかり。やっぱりそうなのかよ。なんだよ。ね、普段見ないでお洋服が買えるように。ああ、目白のカテドラル教会で。もういいよ。もういいならいいわよ。俺は帰る。私だって帰るわよ。どいて。分かった、聞いてみる。だからお見合いなんて断ってよ。何って、うん、お菓子の会社の人。そうそうそう、この間送った白玉団子。うん、うん、分かってる。うん、じゃあね。私出る。よいしょ。
何よ、もう嫌、本当に嫌。よいしょ。かなちゃん。うん。サンキュー。勝手にやってるから。そりゃそうだな。ん？冗談だよ、本当はありがとう。うん、ちょっとは好きになった。うん、そう、ちょっとずつ積み重ねていくんだ。塵も積もれば山となるって言うでしょ。うん、気持ちも募れば愛になる。うん。ねえ、どうして俺なんかいいの？ん？別に亮さんがいいわけじゃないよ。ただ他の人じゃダメなの。寝て。私帰れないでしょ。そりゃ大変だ。わざわざお呼び立てしてすいません。いえ。何いたしましょう。私も同じの。はい、かしこまりました。さあ、謹んで非難の言葉をお受けします。イブは予定あります？え？クリスマスイブ。いや、別にないけど。バレてんでしょ、俺たちが弁護士じゃないってこと。私柄じゃないから、弁護士夫人なんていう。どっちかっていうとデザイナー夫人かななんて。私のこと嫌いですか？そんなことないけど。けど他にいるんですか、好きな人？責めないの、俺たちが嘘ついたこと。おはいこでしょ。そう、お待たせしました。少し他にいるんですか、誰か？うん。じゃあイブはいい？うん。よかった。よかったね。うん。さあ飲むぞ、これでやっとペルチャが下ろせるね。Thank you.
なんなのよ、また医者のふりしてるの。そっちこそなんだよ、こんなとこ潜り込んで。俺、彼女は好きだ。君のことも好きじゃない。